狭窄症の人のための腰のストレッチをお慢性していきます。はい、どうも東大阪市慢性腰痛専門整体のぞみ院長の岡田と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。さあ今回ですけれども、今回この動画でですね、解決されることっていうのはですね、脊柱管狭窄症の足のしびれやお尻の痛みです、ね、もしくは5分も歩けないとか、そういう方のための動画になってます。ぜひですね、それを最後まで見ていただければと思います。あとはですね、反り腰の方もですね、めちゃくちゃ必見な動画になるんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、で早速ですね、その脊柱管狭窄症というものはどういうものかっていうとですね、まあ簡単に言いますと、背骨ってね、こう積み重なってきてます。まあ腰の骨だったら腰椎っていうんですけど、こうやってね積み重なってきますよね。これがですね、お医者さんとかに行くと、あ、狭窄症ですねとか、骨の間がね狭くなってますねとか、関節の間が狭くなって椎間板減ってますねとか、いろいろ言われますけど、それはあくまで結果なんですね。例えば朝起きていきなり椎間板が減ってたりとか、朝起きていきなり骨がずれてるってことってないんですよ。これはもう 100% ないです。じゃあ何が起きてるかというと、日頃の日常の中で日々、例えばこういうね歪みが出てきたりとか、こうだんだんなってきたりとかっていう積み重ねでしかないです。その結果、要は病院に行く時っていうのはもう痛くなった時しか行かないですよね。じゃあもう結果としてね、骨が歪んでたりとか、椎間板狭くなってたり、関節の間が狭くなってたり、いろんな症状が出るっていうのはですね、当たり前です。ただそこでどういう解決をねしていくかっていうのが非常に大事になってきます。多くの方はですね、痛み止め、湿布、注射とかでやっていきます。そうするとですね、やっぱり改善されないです。なんでかというとですね、その歪み自体が取れるかというと取れないからです。で実際ね、この狭窄症の人がですね、どういう姿勢になってるのかっていうのはめちゃくちゃ大事で、狭窄症の人っていうのはですね、基本的にここに書いてるんですけど、頭が前に行って、腰が反って、骨盤が前に行って、膝が曲がってます。これが典型的なパターンです。どういうことかというと、こうね腰が反るんですよ。腰が反って膝が曲がってます。こんな感じで、で首はねこんな感じです。で肩巻いてます。大体こんな感じです。でこうやってね歩いたりするんですね。こういう人です。じゃあ腰にね負担かかるのはですね、当たり前です。で腰が反るってことはですね、どうなるかというと、腰はねさっき言ったように椎間板じゃないですね、この背骨です、ごめんなさい、背骨が組み重なってこうなってます。じゃあ狭窄症っていうのはですね、この真ん中のですね、ここに神経が通るんですけど、これがグッて圧迫されてるのが狭窄症になってきます。じゃあこれね、今こうやって正常でね、骨と骨で積み重なっているんですけれども、まあ、これね僕の目見えますかね、まあ、見えると思います。これで、でこれが背骨がですね、筋肉に引っ張られて1個ねずれてしまうとどうなるかというと、見えないですよね、これ見えないです。こうすると見えます。こうすると間が狭くなります。これが狭窄症なんですね。要はこういう状態からこっからグッてね骨がずれてたりすると、要はここの間のね神経が通り道が狭くなったりします。これが狭窄症です。でこの狭くなるのは腰が反らない限り狭くならないです。だから狭窄症の人は歩いてたり自転車乗ってこうね前かがみになると楽になるんですね。これが狭窄症っていうことです。で実際それをねどう解消していくのかっていうと簡単です。反り腰を直して骨盤の前傾、要はこういう状態を直してあげれば腰が反らなくなります。だからこれとね反対をしていけばいいっていうことなんですね。で実際ねこれめちゃくちゃ簡単です。ただできない人もねいるかもしれないです。で反り腰のね女性の方も見てほしいなと思います。で早速やっていくんですけれども、これはですね非常に簡単で、しゃがむだけです。どういうことかというと、こうやってね足をねまあ肩幅ぐらいに広げて、こうやってねしっかりとお尻までつけてしゃがむってことです。しゃがみます、グッと。じゃあこれでですね、硬い人っていうのは、もしくはなんかこうねおーっとこけたりとかね、もしくはこうねここが痛くなったりすると思います。で、まあ、痛くなる方っていうのはですね、まあ、前にねこうかがんであげるだけでもいいと思います。ただ基本こうするのが一番伸びます。これでどこが伸びるかっていうと、この腰ですね、
腰のここの筋肉が伸びます。プラス骨盤がですね後ろに行きますね。後ろに、さっき言った前傾っていうのはこれがグッと前に行ってます。じゃあ腰が反ります。それの逆です。グッてしゃがむと骨盤がね後ろにグーって傾くんで、要は腰がね丸くなります。これを続けていくと、これを10秒ですね、グーッと。それをですね、まあ、3セットやっていただくとここのね突っ張りが取れてきたりとかしてきますので、これをやっていくと骨盤がね後傾の後ろの状態になってくるんで、やっていくと反り腰っていうのが解消されてきます。これがですね狭窄症の人のための腰のストレッチ、もしくは反り腰で悩んでいるあなたのためのストレッチになってきます。なので要は反り腰と骨盤の向きですね、位置っていうのを正してあげれば反り腰が解消されて、結局ねこうやってずれてるやつが戻ってきますよねってことなんですね。なのでここのズレを戻していくっていうためのストレッチですね。反り腰と骨盤を戻していく。なのでしゃがみ込むだけです。これが非常に大事です。これができない方はですね仰向けで膝をねこうやって抱えてもらって、でまあベッドでねこうやって寝る感じで、こういう感じでやっていただくとここがね伸びてくるんで、ぜひねやっていただければと思います。という形でですね、まあ、今回ですね狭窄症の人のための腰のストレッチ、もしくは反り腰で悩むあなたのためのストレッチになってます。これをねしっかり続けていくと反り腰っていうのが解消されてきますので、ぜひ最後までやっていただければと思います。はい、という形でですね、まあ、今回ですねまた僕の動画いいなと思ったらぜひチャンネル登録の方してもらって、またですね、コメントの方、そして高評価の方もよろしくお願いします。それでは本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは失礼します。